そばこそばこは、タデカの一年草そばの種を引いた粉。一番子、二番子、三番子、末子、引きぐるみなどの種類がある。栽培から原蕎麦への加工は生産者が行い、それを製粉業者が買い付けて製粉する経路のほか、栽培から手掛けている製粉業者など形態が様々である。最近では、地場産業の発展を目的に乾燥から製粉までを、 一気に行える設備を設置する地方自治体がある。引き工程には主に石薄引き、ロール引き、銅引きが用いられてきた。昔はロール引きは蕎麦が加熱されて水分が飛んでしまうと敬遠されていたが技術の向上により現在は目的に応じて積極的に活用されるようになった。一方、銅引きは水車など装置の設置が大掛かりになるため減少している。 なお、蕎麦の実を引くと、柔らかい中心部分の排入のさらに中心から先に、細かくなって引き出てくる。外側の胚芽や甘皮はやや硬いため、すぐに細かくは引けない。従って、先に出る粉ほど、内装の粉で、後に出る粉ほど、表層の粉である。一番子、二番子、三番子、松粉などを分けて分別しないで引いて振るう場合もある。蕎麦粉は製粉。 ふるい分けの度合いにより、一番子、二番子、三番子他に分けられる。引きぐるみは、抜き身もしくは原蕎麦を直接引いた粉をふるいで調整したものである。つまり、一番子、二番子等に分けたものを合わせた粉ではない。全層庫、全粒子ともいう。さらしな粉は、厳密には原蕎麦を引き抜きした際に大きめに割れた、上割れだけを用いた粉であるが、 特に一番子を主体とした白っぽい内装子もしくは一番好のみで作った粉を刺すこともある。午前ことも。サラシナそばはサラシナ粉主体で打った白い色の濃く高級なそば麺である。原そばの15から30%のそばの実の中心のみを使って引いてふるったものが打ち上がりの透明感がさらに強くなる特別なブランドサラシナ粉として売り出されることがある。 タンパク質がほとんど含まれない、サラシナ粉のの十割蕎麦は、つながりづらく長い麺が打てないどころか修行を積んだ、職人でないとボロボロとして麺に打つことすら、困難である。蕎麦粉の品質において、加工材料となる蕎麦の品種や産地、古い分けによる選別工程の有無の違いがあれば、利用目的に応じた選択の目安になる。しかし、品種と選別が同じ条件であるなら、 色相と食味は、原蕎麦の乾燥工程と保管状態、蕎麦粉の製粉工程と保管状態により左右される点に注意する必要がある。例えば、新蕎麦を自家製粉して引き立てで提供しているつもりでも、原蕎麦の保管が行き届いていなければ期待した品質は得られず損失を生じてしまうし、製粉工程まで厳密に管理された蕎麦粉を使用しても、蕎麦粉の保管が行き届いていなければ、 同様の劣化を避けられない。蕎麦粉の基礎成分として、うどんが10から13%、うどんが2から3%、うどんが1.2から2.0%、うどんが0.7から,ら1.5%程度含まれる。蕎麦は10から 25mg、100g 含まれる。ありがとうございます。